はい、皆さんこんにちは、マグロレットです。今回使いたいのはおなじみの大掃除ロイヤルなんですが、なんとこの大掃除ロイヤルめちゃめちゃ強化されました。珍しく久しぶりですね。大掃除というのは1コストのアミュレットなんですが、ターン終了時手札を1枚捨てて1ドローする能力なんですが、手札を0枚にすることによって、まあ、実質メリットだけを得ると、1コスト3ドローカードに変わるというね、コンセプトになっております。そのためにほとんどのカードが低コストで組まれてます。1コストが29枚になってますね。で、強化点としてはまずこの黒標の偵察者、これがめちゃめちゃ強くて、実質2ターン目に1コスとしてプレイし、さらに1コスをね重ねて、まあ、2面展開とかもできますから、実質1コス22なんですよね。なんでかなりの強化だと思います。そして映画のプリンス、まあ、これはちょっとどうかなと思うけど、デッキのほとんどが兵士ですから、こいつを進化した後大掃除で反動を回せばかなりのバフが見込めます。そして何よりこれですね、新年の剣戦、3ターン目までに、3面展開してバフっていうのももちろん強いし、なんでしょう、4ターン目にね5面バフとかもありえますから、まあ、かなりの、強化点だと思います。これが一番強くなった、ポイントかなと思いますね。というわけで、大掃除ロイヤルやっていきましょう。はい、対戦相手はバンプ、そして先行になりました。これね、まあクイーブレ持っとくのかな、いやいいか。ヴァンガード黒標はキープ。おー、これテンポやばいな。いや、これ3ターン目までだったらマジで、おー、マジ強っ。3ターン目までで見れば本当に地上最強ですね、これは。こんな動きできるのなかなかないでしょう。オッケーオッケー。まあ、結局 AOE 来たらきついんですが、映画のプリンスも来た。オッケーオッケーオッケー。このムーブが強いですね。黒標が、実質1コスなんで、すごいな。3ターンじゃ2ターンか。2ターンでこの展開力。えげつない。密約ね。どうしようかな。あ、映画でバフすればいいか。いいっすね。1コス。ナイス。映画でバフして、上から殴る。すさまじいテンポ。ただこれ盤面ロックされて次、いいよとか食らったらおしまいですけどね。まあそこまで考えるんだったら、バフを散らした方がいい。バフというかね、相打ちを取って1、3作った方がよかった。いや、それもないか。いいよの奴隷にされちゃうしな。結局、まあこれですかね。盤面ロック怖いですが。ん？あ、なるほど。贈り物で、ロックを維持。これでも自称軸だな。自称軸は結構ありがたいか？ここまで展開できれば。ああ、極炎もいるか。まあ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 、全然、綺麗に当てていけますからね。映画がボードに残るとありがたい。おお、それは熱すぎる。ただ、程よく盤面を開けていきたい。まあ、一面でいいのか。じゃあ、剣戦打って、号令で、はい、全バフ。言い去らないよな、さすがに。10点まで出ますけどね。リーサルいくらなんでもないと。これ盤面一面開けて大掃除かな。いや、もうオールフェイスかな。まあもうオールフェイスか。はい。ドローも働くと。素晴らしい。ただ残り4点が意外と遠いか。ここでいいよとかもらってしまうと、まあそうですね。いやでもこの軸多分いいよ入ってないと思うけどな。ちなみにもう何回説明したか分かりませんが、大掃除は、ターン終了時自分の手札を1枚捨てて1ドローするという能力なので、反動0枚にすれば実質、純粋なドロー効果しか働かないと、デメリット消せるわけですね。なんで1コスト3ドローカードになりますが、ルシウス、これで2面処理は確定。極限、オッケー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 。1面は残ったか？ 1 面残れば全然ある。全然あるぞ。リーサルはないと思うけど、まあ顔に点詰めれたら相手の事象とかはね、少なくとも妨害していけるし、一先とか打てなくなりますからね。頼む、トップ。おー、弱い。いや、まあ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 、これでもいい、これでもいい。どうしようかな。必殺にバフ、スタッツ上げ意味ないから、まあこれでいいか。うん、ペルセウス。2点詰めるべきかな。2点詰めるべきかな。盤面取るべきかな。迷うな。2点詰めるべきか。顔行きましょうか。はい、剣戦とかでリサル見やすくなりますしね。アックスプリンセス、あ、悪くない悪くない。アックスプリンセスはこのデッキエンハンスが結構多いので、プリンセスからのエンハカードっていう動きでハンドまた回していきますね。この辺とかも地味にエンハなんで、はい、こいつのエンハなんてめったに使わないですけど、うん、トレード。さあ、さっきの、ユートレードを行わなかったのが騎士と出るか京都出るか。よーし、押し切った。いや、もうさすがにあのムーブは強かったな。4ターン目、えげつないパワーありましたもんね。ありがとうございました。素晴らしい。はい、対戦相手はウィッチ、そして高校になりました。ウィッチ戦、影光はちょっと使いづらいな、高校では。まあ、ヴァンガードがやっぱ無難でしょう。エンスナや、真面目さで取られませんからね。
さあ、とりあえず一旦目、ヴァンガード。おー、マジ？いや、これアックスありだけどな。いや、ないか。まあ、ヴァンガードから動いて、アックス出して真面目さ食らうときついですからね。ただ、流れとしてはアックスからのレイピアが結構強くて、ワンドローがついてきますからね。まあ、それは3ターン目とかにやればいいかな。これはさ、はいはいはい。超越かなこれ多分。お、大掃除だ。じゃあ、黒表を置いてプレスです。一撃か。仮に1コス引いても、綺麗には回りませんね。まあ、アックスレイピアかな。おー、ルシウス。アックス。いやー、回す手もあるけど、まあ、そこまでやる必要ないか。うん、これでワンドロー見ていきます。おー、ダブル大掃除システム来るか。一応、ハンドゼロの状態でターンを終えることができれば、ツードローします。ただね、大掃除の仕様がちょっと微妙な感じで、ターンエンド時にハンドが1枚でも残っていると、なんでしょう。1枚捨ててドロー、1枚捨ててドローっていう風になってしまうので、難しい。あー、マジか。こことかだまさにちょっと微妙なんですよ。おー、剣戦だ。じゃあ、ルシウスを置いて、剣戦かな？マジでこのカードが強い。あ、しかもペルセウスの進化事故が発動する。珍しい。あ、これ専門店か、相手。今気づいた。専門店だ。強っ、ペルセウス。リーサルでは？リーサルというか、相手これ返せないでしょ、専門店では。なで子ですが、一撃。相打ちですからね、とは言っても。まあ、現状リーサル見えてないけど、悪役あんのか。やばいやばいやばい。結構受け切られそう。あ、やばいやばい。それは回ってるが、ただ相手もこのゼロコス悪役2枚切ったのは結構痛手じゃないですかね。本当は切りたくなかったんじゃないかなとは思いますが。さあ、トップ頼む、いいカード。おー、映画、お熱っ大掃除、大掃除映画。おー、熱いな、これは。はい。映画に進化を切ることによって、デッキの兵士フォロワー全てにプラス11バフ。まあ、紹介させてもらったカードでもありますが。で、さらにそこから大掃除で反動2枚補充。オッケーオッケーオッケー。こいつ円盤使えないか。ただ、1コス33、1コス23という風になっている。しかも反動毎ターン、2枚ずつ回っていきますからね。ただ、専門店置かれちゃうか。でも、相手専門店置いても、その、弾がないかもしれませんね。あー、まずい。これドロー回して、やばいね。やばいっすね。あー、休息もあんのか。さすがに終わったか。さすがに攻めきれない、これは。黒ひょう、ヴァンガード、レイピア。いや、結構スタッツはあるんだけど。リーサルが無理だ、取れない。進化切っとく手あるなー。いや、ないか。はい、またドローするんですが。いや、ちょっと打点になるカードがないな。まあ、1コスですからね、みんな。クイブレとか引いてくると、まあ、打点になるんだけど。お、山田専門店来ない。引いてないのか？静寂の実験室。いや、深海打ちが発生してしまう。望遠鏡。何でしょう、盤面に土を置いときたかったのか。いや、引いてない臭い、これは。いやー、防塵もあんのか。まずいですね。リーサルが遠い。こここそまさに、まあ、剣戦とか引いてくると結構熱い。なあ、熱いんだけど、ヴァンガードか。まあ、影光、相打ち。影光、相打ちして。いや、際どい。無理か。ちょっと遠いな、リーサル。またハンド回せるけど、クイーブルと剣戦揃えば、相手のリーサルなければワンチャンありますかね。はい、さあ、どうなる？アックス。お、ケンダロス。熱い熱い熱い。3点シスト手に入りました。残り3点。残り3点遠いな。あー、専門店か。いや、ちょっとこれはなしで。じゃ、もう一戦やらせてください。ありがとうございました。はい、対戦相手はネクロ、そして高校になりました。これ、剣戦ありだな。うん、対ネクロは剣戦持っておきたいかな。高校1影光はちょっと厳しいか。結構ね、ネクロマンサー1個差ありますから、うん、高校1影光はあんまり狙わない方がいいかな。ですよね、スカビあるんで。まあ、忍者1個置いときますか。ソルコン打ってどけてもらえればいいし。あ、でもいいっすね。
2ターン目黒ひょう忍者エッグもある使用するものを、まあ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 序盤はこうやって回すしで、それこそのうち打ってくれんじゃないかな、厳しい。フェルセまあこっ、いやー、ペルセ出してもいいか、別に。出しちゃうか。こいつが強いですよね。実質1コスとして使えるので、もうだいぶ使い勝手がいい。当てて、ソルコンでしょ、多分。よしよしよし、そう、絶対打ちたいからな、ネクロマンサー。ソルコン打ってハンド回さないとコンボ成立しないんで。よし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 。いや、これは美味しいんじゃないか、なんかね、カメオカード。おーあっつー、これ。熱い熱い熱い次リーサルあるぞ次リーサル全然あるぞ。ミーのまあ準備の段階ですよね。オッケー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 。あいつとしてもここら辺はまあ反動回して、やっぱ6ターン目のリーサルとか、いややばいなこれ。高校4リーサル、リーサルだよな多分。食いびれを置いて、はい、剣戦で、はい、当て、当て、当ての、やば。いや、盤面開けてくるタイプはボコボコにできますね、剣戦あれば。ありがとうございました。素晴らしい。いや、さっきの負けの鬱憤は払ってたな。ありがとうございました。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。今までの大掃除ロイヤルでは間違いなく一番強かった。まあ、それでもね、そんなに強くないんですけど、まあ、今まででは一番強い、間違いなく。ただ、映画のプリンスはさすがに、これ進化切って勝てるゲームはほぼなかったですね。一応一戦まあまあ惜しい試合あったんですが、なかなかこいつに進化いらないかな。ただ、黒豹に関してはめっちゃ強いし、深夜の牽制も間違いなく、このデッキのフィニッシャーになり得ますね。はい、という感じになってました。なんで、まあ、まあまあ安いか。うん、レジェンドゼロも、あ、影光。まあ、影光はどっちでもいいかな。なんか、ゴブリンとかでもいいですし、別に。まあ、とりあえず、ね、ぶん回って新年の剣戦打ちたい人にはおすすめのデッキになってますんで、よかったらやってみてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。